1957年から1964年まで生産された高級スポーツカー。マセラティ発の量産車である。1950年代半ばまでマセラティは、フェラーリの最大のライバルとして、レース活動を主体としており、マセラティ A6 など、ロードカーの市販も手掛けてはいたが、ごく少量生産で、依頼主のオーダーを受けてから作るワンオフカー的な、要素が強いものだった。 また当時のスポーツカーは一般的に信頼性が低くフェラーリなどはスピードは出せるが高い値段のありにロードカーとしては居住性が劣悪で信頼性にも著しく欠けていたそのような状況を打開するため当時のマッセラティのトップオメルオルシとチーフエンジニアのジュリオ・アルフィエリは早くそして安心して乗れるグランツーリスムを しかも量産者で実現するという構想を立てた。開発コードネームは T ポ101。T ポ101は可能な限り生産コストを抑えながらも高い品質と信頼性の確保が要求された。エンジニアリングとしては相反する。この難題を突きつけられたアルフィエイリは独自設計、自社生産を極力省き、まず成功を収めていた。 レーシングカーのティーポ 350S から直列ロ気ク、気筒エンジンを流用し、その他の主要構成部品は、欧州の各有名ブランド品を採用する、という妙案を思いついた。アルフィエーリは、レース用エンジンを市販車用に設計変更し、キャブレターは、ウェイバー、トランスミッションは、ZF、クラッチアセンブリーは、ボルグ&、ベック、リアディファレンシャルは、ソールズベリー、 前後サスペンションは、オールファードアルダーをそれぞれ採用する。こうして、T-PO101 は、エンジンは、名門、マセラティのレース用、主要コンポーネントはすべて品質が高く信頼性の、ある、ブランドもので揃えられ、結果生産コストの削減と高い品質、信頼性の確保という、相反する要求を見事に両立し、さらには、ブランド価値まで得ることに成功した。 このティーポ101計画は、後のマセラティにとってより大きなより意味を持つことになった。1957年に、マセラティは F1 チャンピオンシップ獲得するも、いくつか不運が重なり、ワールドスポーツカーレーシングチャンピオンシップを惜しくも、逃してしまい、1958年以降マセラティは、財政難に陥ってしまうためである。年月、 ジュネーブモーターショーで 3500GT として初披露。3500はエンジンの排気量。GT は当初のコンセプトグランツーリスモから取った。マセラティブースにはカロッツェリア・アレマーノの柵によるものと当時マセラティのロゴ等のデザインを担当していたカロッツェリア・トゥーリングの柵によるものの2台のプロトタイプが用意された。ツーリングは 当初のコンセプト通り極めて優美な2プラス2クーペをデザインし、初の量産車にして、後にマセラティ伝統となるラグジュアリー GT カーを体現しており、このデザインがオメルオルシに採用されて1957年暮れから1958年明けにかけて 3500GT の生産を開始した。生産モデルはプロトタイプからヘッドランプ、インパネルイ、 ダッシュボードの変更、フロントグリルのデザインなど、細部に、少々のデザイン変更を受けた。フロントディスクブレーキ、LSD が、オプションで随時追加されていく。1960年、ビニャーレのデザイン、設計により、ホイールベースの縮められた3500スパイダーを、発表。1961年には、キャブ仕様からインジェクションに変更された3500辞典。 を発表。1962年、古く見え始めていたデザインが見直され、ボンネットとサイドのエアインテーク、フロントグリルに、多少のデザイン変更を受けた。1964年、生産終了。総生産台数1983台。3500GT は販売としても、デザインとしても、大成功を収め。 この成功を見たマセラティは戦術の財政事情もあり1960年をもって F1 参戦中止以降は量産車の開発、生産にシフトしていく。同様に 3500GT の成功を見て、制作されたプロトタイプは10台以上、製作したカロッツェリアは8社にもなる。名実ともにマセラティの命運を変え、 また以後のマセラティの礎ともなっている 3500GT は以後のマセラティ量産車の中でも群を抜いた生産台数を誇っている。3500GT 直列6気筒エンジンは DOHC ヘッドの2バルブ3チョーク X2 のウェーバーキャブレター搭載し排気量 3485cc に圧縮比発展後1都市最高出力220馬力 5500rpm で発生した。シャシーは高強度交換によるマルチチューブラーフレーム、乾燥重量は 1300kg の車重を実現。足回りは油圧制御、ドラムブレーキ、フロントがダブルウィッシュボーン、トーションバー、リアはリーフスプリングにリジッドアクスルとした。3500時点 ZF 制5速 MT を標準搭載し、キャブから ルーカス製ダイレクトインジェクションに改められ、これにより最高出力は235馬力まで高められた。最高速度は時速 230km。3500GT の成功はすぐにオープントップモデルの需要を呼んだ。1957年以前、ピエトロフルアは開発段階の 3500GT のシャシーにスパイダープロトタイプをデザイン。 作成している。1958年、カロッツェリアツーリングが2つのオープントッププロトタイプを制作。1959年、ジョバンニ・ミケロッティのデザイン、カロッツェリア・ビニャーレが制作したスパイダーモデル2がマセラティに採用され、3500スパイダー・ビニャーレとして発売された。ミケロッティの描いたヘッドライトからテールランプまで、 緩やかに漂う曲線は 3500GT のデザインをより優雅に引き立たせ、極めて美しいものとなっている。3500GT と共に気候面でのアップグレードを受け、1960年、スパイダービニャーレの本格生産が始まる。ホイールベースが、クーペモデルより10センチメートル炭せばめられ2500ミ、mm、リメートルとなり、小さな鉱石はより小さくなった。 初期モデルからフロントにディスクブレーキが標準採用され、リアはドラムブレーキ、トランスミッションは 4MT だった。クーペモデルの 3500GT と違いボディにアルミニウムが多用されている。それゆえに、超軽量ボディという言葉が使われた。スパイダービニャーレのボディやドアは強度を得るため、スチール製だが、ボンネットやトランクリッドにはアルミニウムが用いられ、 重量増しを抑えている。1961年、クーペモデルの 3500GT と共に 5MT 化、キャブをインジェクションに変更し、最大出力を235馬力まで上げている。1964年、3500GT と共に、生産終了した。総生産台数242台。 3500GT が1957年3月のジュネーブショーにて初披露されてからちょうど50年後の2007年3月、同じくジュネーブモーターショーで新型車マセラティグラントゥーリズモが発表された。このグラントゥーリズモという名称は 3500GT の初期コンセプト、早く、そして安心して乗れるグラントゥーリズモから来ている。ありがとうございます。